中学3年生の時に、はい、静岡競輪場連れてこられて、はい、2センターからバンクを、はい、競輪を見せられ、はい、黙って、はい、そのまま高校は、はい、自転車部の強豪校東海地区選手になる。こんな性格だから真面目に練習せず、先生につけられた印はマネージャー大会では一度も行かず、あ、そうなんですか。なんとなく競輪選手東日本とか言ったら東日本に一回みんながインターハイに行ってる間に行っただけえ、そんなんで選手になれちゃうんですか。いや、もうレベルがすごい高かったんだよ。今年って全国制覇するぐらいの東海第一がレベルが高くて、はい、PL 学園みたいなもん野球でしょ。そうですね、みんな強かったんで。そうなんですか。この人の年の人が7人で走るんだよ、ね、いますね。あ、そうなんですか。で、俺の1個違うんだけど、はい、1個上もやっぱ7人で走るっていうのがあって、はい、だからすごい層が厚くて、はい、全国でもトップクラスだったんですね、その頃。だからね、自分がね、選手になった時に、先輩が50人ぐらいいた、競輪選手。だから一番あのプロを輩出したよね、当時は。そうですね。プロになる高校、東海地方。まあ、そうなんですね。そうだった。じゃあ、練習も厳しかったんですか。練習は厳しいっていうか、まあ、プロになるために自分でやってくれる。してくれる。部活で強くはなれない。うん、時間がもう限られてるね、高校生って。はい。授業が必ずあるから、だから朝とか後半とかだから、それ自主トレで補ってたような感じですね。初めはあの部活の時間があるんだけど、はい、だんだん強くなってくると自主トレに行くようになって。そうですね。だから朝はもう藤田朝弘さんに連れられ、渡辺秀樹、広信、大野信彦、終わる高校の部活、終わる、夜は藤田邸で渡る。下宿に帰ると8時過ぎ。餃子っていうのは硬いものだと思ってたからね。うん、だから本当に一番嫌いな食べ物の餃子だったんだ、高校生の時。もう硬いのしかないから。レンジとかねえんだ。レンジはもう熱燗つけたら飛んじゃうような昔の電子レンジだもんさ。40年ぐらい前の話だもんね。下宿は楽しいよ。練習がきつかった。鬼の目がね、藤田さんって鬼の目が。でもそのおかげで選手になれたようなもんだけどね。うちの師匠とか藤田さんがいたおかげでなれたもんだけど、はい、厳しかったね。先輩方は優しかったけどね、みんな、はい、2つ上の先輩も1つ上の先輩もみんな優しかったけど、はい、学校生活は強くもないから、かもなく不可もなく。54期の場合はこれらの年代が主流だったから、三宅とか伊藤和也とかいっぱいいたから、なんとなく引っ張られながら、かもなく不可もなくの順位で卒業する真ん中に。思い出もハンドルしゃくって教官にそのまんま1年間無視され続けたぐらいだね。結構きついですね、それ。きついけど、でも卒業すればだから。先生に無視されるってメンタルきそうだなと思って。でも担任にはそういうのなかったから、ごく一部の教官にだけだから、はい、まあ別に、この以外は別に楽しく過ごしたね。強いわけでもないし、ペラモンに卒業できないぐらいに焦るタイムでもなかったから、10ヶ月無難に過ごして、ずっと無難に過ごしてるけど僕のデビュー戦も足がないから、まあスタート取って、うん、当時新人リーグだったからすごい熾烈だったんですよ。もう新人戦だったから、はい、なかなか3連勝だったんですよね。そうですね。 A 級を確保する、今でいうチャレンジっていうか B 級、そこに落ちないように格付けで、格付けでデビュー戦、交流戦で 5-5 で優勝はなかったけど、で最終日にみんな同期なんだけど、今でも仲良くさせてもらってる北澤克弘さんが、僕がスタート決めて前に先行してくれて、はい、僕1着取らしまったもんで、はい、それは嬉しかったですね。デビュー戦で1着取れて、負け戦とはいえ。北さんなんか学校時代そんな専攻ってイメージなかったけど、やっぱ北さん今でもやっぱ真面目に、はい、すげえ気合入ってた時は、気合入ってたから、うん、だからそこはやっぱ選手になった思い出の中で、まあ初優勝は別として、やっぱ F 戦で1着取れたのは嬉しかったですよね。やっぱりそんな強い選手じゃなかったもんで、1着はなんか負け戦でたくさんは取れていたですけど、やっぱ初優勝まで結構時間かかってて、やっぱ地元の伊藤で鈴木秀明君のまふりを刺して初優勝したんですけど、それやっぱ一番嬉しかったですね。その後も鈴木武雄と高校の後輩と決めたレースとか優勝2回しかないんですけど、でもやっぱ初優勝した時がもう145勝目ぐらいで、なかなかそんな勝ち星上げてて優勝遅い選手なんか
多分見なかったけど、もうデビューして6年ぐらい経ってる時だったから、はい、できねえんじゃねえかなと思ってて、でもやっぱそれが地元優勝だったもんで、なおさら嬉しかったですね。今も鮮明に覚えてますね。やっぱ秀明の顔見ると嬉しいですもんね今でも。ありがとうございます。あ、大丈夫ですよ。自分はもともとすごい怪我が多くて、交渉上に打つが引っかかったりとかしてて、長くできたのもそれもあるんだけど、レーススタイルは変わらないから、はい、チャレンジに落ちてもきっと怪我絡むんだろうなと思ったら、はい、コーチで骨盤やって、で数日にして、まあその時点でチャレンジ3回目みんな視点数になっちゃうから、まあそれまで別にまだその前はクビになる点数じゃ全然なかったから意識しなかったけども、そこで骨盤 CT 取って骨盤ですって言われた瞬間、天井を向きながら足をにボルトを刺されて終わったなって、うん、でも意外とまあ怪我で終わるんだなと思ったから、まあ悔しいとか悔いが残るとかそういうのはなかったですね、うん、まあ諦めつくか踏ん切りつくって、だけどまあこのままさらっとやめようかなと思ったけど、佐野英吾が電話くれて、まだいけるまだいける、まあそれで入ってきて残り4場所ぐらい走ったんですけど、まあその間にも復帰戦で大特急5本ぐらいってやったんですけど、まあでも英吾の励ましとかあったら、まあすごい なんか悩んでやめたっていうのがないから、まあ逆に幸せだった。ただ幸せに31年弱ぐらい選手やらせてもらったから、まあ悔いはないですよね。まあ楽しく終われたかって言われると怪我したからわからないですけど、でも自分の中じゃ楽しく終わったかな。実は私そのコーチ一緒にいて運ばれてく宇佐美さんを見てとても悲しかった思いがありますあ、龍二郎いたもんね、医務室まで来てくれてね、大丈夫ですかって。いや、めちゃめちゃ悲しかったんですよ龍二郎には、ね、途中お酒飲んだりして長くしてたからね、今も、ね、心配しかけてるね、やっぱね。でその後もまた落車されたの一緒だったんで、あ、セーブ園で最後引退レースも落車ねきっちり仕事は仕事で、でもそうやって思ってくれる後輩がいただけ、はい、自分は幸せだったかなって、うん、まあそれも他県で心配してくれる後輩がいるっていうだけで、まあ自分の生きてきた選手やってきた中で財産だと思ってますね、自分は。本当に嬉しいよ、ありがとう、ね、静岡はこういう風に先輩とか後輩と選手を辞めても働けるような場所を与えてもらえて、すごいありがたく思ってるんですよ。で、高校の先輩後輩含め、高校の同級生も含め、みんないて楽しくやれてるので、選手終わっても悔いがなく走りきり、次のステップして、まだ選手が全てじゃないですから、でも選手になった以上は一日でも長くやってもらいたいっていうのは、怪我を多くしてきた僕の思いですので、皆さん怪我もなく無事に長く選手をやってください。ありがとうございます。